カレーどんな感じ？何か手伝おうか。あ、もうすぐできるから、あとサラダお願いしていい？あ、キャベツは美食館で。美食館？美食館と言ったら千切りだろうが、常識を超えた細かさで頼むからな。いや、わからないし、常識を超えた細かさもはや千切りじゃないから。今日も並んでるな。ここのラーメン屋人気店だから仕方ないか。いや、ちょっと距離近すぎませんか？一応ソーシャルディスタンス、ね、はいだからソーシャルディスタンスをソーシャルだから距離を取りましょうってこと。ああ、ロッシュ限界ってことね。いや、ロッシュ限界の方がわからない。今回のテスト難しかった。何点？1000点。1000点？二進法で8点じゃねえか。リケタ、なんだい母さん。あんたいい加減部屋を片付けなさい。ゴミがすごいじゃない。ゴミじゃないから。え、違うの？エントロフィーだよ。ゴミじゃない。おいリケタ、あそこの資材運んどいてもらえるか。はいリケタ、はいリケタ、親方を無視するな。人間が聞こえる周波数は 20Hz から 2万Hz なので聞こえていません。聞こえてるよね。どうした？仕事に身が入ってないみたいだけど、お前らしくないな。大丈夫か？いや、実は最近冷気状態と気定状態の浮き沈みが激しくて。とりあえず医者に行け。ああ、もうどうした？いや、もうイヤホンのコードが絡まっちゃってさ、もうこれどうすっかな。あー、 DNA トポイソメラーゼいる？え？だから切ってつなごうかって聞いてるんだけど。いや、もう初めからそう言って。飲みすぎだって。幸ってないって。幸何？だから幸ってないって。はい、よくわからないけど帰るぞ。ああ、飲みすぎた。飲みすぎたって言っちゃったよ。ったく。どうしたイライラして。いや、さっきランチでカレー食べに行ったんだけど、ネギがコンタミしててさ。俺ネギが嫌いだから、コンタミしてますよ、だから変えてくださいって言ったら、そいつなんて言ったと思う？さあ、えってなんかわからないような顔しやがったから、お金を払わずに出てってやったんだよ。よし、そのお店に一緒に謝りに行こうか。え？いや、コンタミってわかんないから。そうなの？うん、そうなんだよ。え、そうなの？そうなんだよ。そうなの？そうなんだよ。そうなんだ。そうなの？